東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？AFC チャンピオンズリーグ ACL グループリーグ第5節が6日に行われ、グループ E では FC 東京が高祖・蘇寧中国のホームに乗り込んだ。前半を 1-1 で折り返した試合は、後半38分にディフェンダー森重正人が決勝点を奪った FC 東京が 2-1 の勝利を収めた。グループ首位に浮上した FC 東京は4月20日に行われる第5節でチョンブクスフォンで韓国とホームで対戦する。FC 東京のホームで行われた第3節での対戦はスコアレスドローに終わり、1勝1分け1敗で勝ち点4の FC 東京は3位、1勝2分けで勝ち点5の高祖・蘇寧は2位につける。キックオフ前に勝ち点6で首位につけるチョンブクヒョンデがリンズオンに敗れたため、この試合に勝利したチームは首位に浮上する好機を迎えた。本当に約125億円を投入して大型補強を敢行した高祖・蘇寧は、出場停止明けのブラジル代表ミッドフィルダーラミレスが先発復帰。序盤は高祖・蘇寧に押し込まれる展開となった FC 東京だったが、徐々にリズムを生み出すと、前半30分に高祖・蘇寧ゴールをこじ開ける。ディフェンダー小川亮也が送ったコーナーキックの流れから、ミッドフィルダー米本拓司が放ったシュートは相手ディフェンダーにブロックされたものの、こぼれ球をディフェンダー森重正人が右足で蹴り込んでスコアを 1-0 とした。しかし同32分に自陣ペナルティーエリア内でミッドフィルダー橋本健人がラミレスを倒したとして PK を献上すると、フォワード上に沈められて試合を振り出しに戻される。さらに同39分にはカウンターから危機を迎えるも、フォワードアレックス・テイシェイラのシュートに対して好反応を見せたゴールキーパー秋元陽太がストップして勝ち越し点を許さなかった。 1-1 のまま後半を迎えると、後半15分にはラミレスの突破を止めた森重が警告を受け、累積警告で次節のチョンブクヒョンデ戦は出場停止となってしまう。すると FC 東京は同19分にミッドフィルダーハデソンに変えてフォワード阿部拓磨、同28分にはバーンズに変えてミッドフィルダー河野宏樹、さらに同33分にはフォワード前田良一に変えてフォワード平山颯太を投入して勝ち越しゴールを狙いに行く。すると後半38分、鮮やかなプレーから決勝点を奪取する。コーナーキックの好機を得ると、米本、葉、浮き球のボールを送るのではなく、鋭いグラウンダーのパスを選択。このボールにフリーで走り込んだ森重が、右足シュートでネットを揺らし、2-1 の勝利を収めた。勝ち点を7に逃した FC 東京は、勝ち点6のチョンブクヒョンデをかわして首位に浮上した。